の場所に立ってこうして歌って意味のないくだらない話もしてこの先の未来なんかわからないけどそれでも胸張って僕らここだと叫ぶんだ例えば君がこの席で辛くて投げ出した時が来たらその時にはだから何度も何度も認め